そのまま進化で、はい、じゃあ冥界の扉の効果で、自分の番に1回使えて、手札から超エネルギーをベンチの超ポケモンにつけ、じゃあ大ガイストで160点です。はい、160大事。はい、スタジアム張ります。うわー、1日張っちゃいます。もう今日あれに苦しい。エネルギーって重要なんですよ。アップルさん、ヤッポニーライチメカワです。アップルです。はい、の選手です。よろしくお願いします。お邪魔しております。はい、初登場ですね。はい、まあ、バトレックスバトルというイベントで、はい、まあ、有名動画クリエイターとしてお越しいただいた愛の戦士さんなんですが、今回ちょっとナナップルと1本タイトルを取っていただけるということになりましたので、はいはいはい、もちろんです、はい、僕のデッキで良ければ、まあ、ありがとうございます。はい、嬉しいです。よろしくお願いします。ナナップルも新カードを使ったデッキを持ってきましたので、はい、楽しみだな。サーナイト、サーナイト入ってます。うん、じゃあ早速ですが、はいはいはい、対戦ちょっとやっていきましょう。いきましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初はグーじゃんけん、はい、はい、行くでしょ、行くでしょ。じゃあ後攻で、はい、じゃあ先攻で、はい、行きます。失礼します。じゃあ種ポケなしで、はい、はい、うん、はい、行けです。行けませんでした。種ポケモンがとても少なく絞ってあるデッキなんで、そうですよね、僕のデッキは、うん、はい、よろしくお願いします。バトルスタート。スタート。お、同じクレスディア。はい、じゃあ引きます。霧の水晶を使います。山札から超タイプの種ポケモンを手札に添えます。じゃあここで黒馬バドレックスを、じゃあそのまま持ってきた黒馬バドレックスをベンチに出します。じゃあベンチの方に超エネルギーを捨てます。はい、どうぞ。終了です。1枚引きます。霧の水晶を使います。はい、結構同じような。はい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 。ラルトスを。お、わあ、ラルトスについちゃうな、3つぐらいエネルギーが。で、ラルトスベンチに出します。はい、ラルトスベンチに出します。わあ、ラルトスがいっぱいだ。出します。おわあ、3つ、いいね、3体。だから人力にをプレセントにつけて、はい、またプレセントゴロを使います。はい、わあ、それはすごい。山札からね、高校最初の番なので、ポケモン1匹にエネルギー3枚つく。はい、3枚をつけれます。わかりました。ラルトスつけます。はい、すごいな。失礼します。いきます。進化の方で進化ポケモンをデッキから持ってきます。そうですね、進化ポケモンで黒馬バドレックスで、じゃあそのまま進化で、はい、じゃあ冥界の扉の効果で、自分の番に1回使えて、手札から超エネルギーをベンチの超ポケモンにつけ、そのまま2枚引かせていただきます。ここでプレゼントブローでいきましょう。はい、そっちか。高校最初はまだありませんがね、1枚つきますからね。そうですね、これで増やしていきます。じゃあ1枚いきます。はい、じゃあ不思議な目を使用して、はい、進化サーナイト進化しちゃいます。これ特製アルカナシャインを持って、はいはいはい、毎晩山札の上から2枚を見て、はい、その中のポーンエネルギーをね、自分のポケモンにつけてます。あら、ポーンエネルギーじゃないやつは手札に加わっちゃうので、はい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 、カード引く手段でもあるので、ね、わー、強いな。はい、じゃあ早速アルカナシャイン使わせていただきます。エネルギーあるか、2枚見てありました。じゃあこちらにつけますよ。すごいな。キルリアンに進化します。ベストじゃないですか。すごいな。めっちゃいい感じですね。手札からキルリアンに気をつけますね。これでマリオを使います。はい、はい、じゃあキルの水晶を使用します。うん、何が来るかな。じゃあラルトスを持ってきます。はい、4体目のラルトスだ。じゃあ風船をラルトスに、はい、つけます。技フォトンレンガを使用します、はい、エネルギーが5個以上自分の場にあるので90ダメージ、はい、120ダメージで、はい、やられます。1枚いただきます、はい、じゃあ黒馬バドレックスが入れます。はい、引きます。マリーの返した時ベンチに超ポケモンいないと冥界の扉使えないですからね。そうですね、これが、デモデモ、おお、ある、しっかり出しておく、いいですね。ここにまず手張りをします、はい、でサポート博士の研究使います、はい。じゃあ冥界の扉も特製使わせてもらいます。ベンチに手札から基本超エネルギーをつけて2枚、はい、じゃあクイックボールで、はい、基本エネルギーとして、もう1体種を、じゃあ黒馬バドレックス、はい、じゃあそのままベンチに出します、はい、じゃあ大ガイストで1、2、3、4、5、150プラス10なので160点です。はい、はい、じゃあ1枚再度取ります。じゃあラルトス、フェスに出します。1枚引きます。特製アルカナシャインを使います。はい、上から
2枚。何が来るかな。ないですね。じゃあ手札に。でも手札に2が増えるのは強いですね。じゃあ記念水晶を使用します。はい、はい、じゃあ強調エネルギー。はい、超エネルギー変わりました。じゃあキレリアに超エネルギーを変わります。はい、はい、スタジアム貼ります。うわー、ユリギリチ貼っちゃいます。いいカード引いちゃった。もう今日これに苦しめ苦しめられ続けてる。もうでは、博士の研究。はい、どうぞ。はい、進化の名前いきます。進化の行使用します。はい、で、サーナイト。サーナイト、はい、進化した。使います。進化します。はい、もう一枚進化の行使。また進化がすごいぞ。キルリア、はい、で進化させます。はい、じゃ特製のアルカナ社員、はい、こっちの子も使います。はい、そんなに引いたらデッキがなくなっちゃうよ。次はないか。次はないですね。手札にじゃ加えます。はい、わかりました。じゃあラルトス逃げます。はい、風船がついてる。はい、エネルギーにつついて、はい、サーナイトを前に出して、技ブレインウェーブで超エネルギーにつついてるので、はい、150ダメージ受けます。じゃあこちらのターンで引きます。はい、いや、このね、雪道がすごいいいタイミングで張ってて、はい、手札にバドレックスが2体いたんですよ。よかった。そこのタイミングがすごかったですね。じゃあこっちにホラー超エネルギーを張ります。で、キリの水晶。はい、はい、じゃあからポケモンがサーチできなかったので、エネルギーを手札に変えます。はい、じゃあ大ガイスト、はい、1,2,3,4,5,6、3,6,18,190 ですね。いや、190だよ、倒れますね。90ダメージで、はい、じゃあ1枚サイド取ります。じゃあラルトスの上で1枚いきます。じゃあベンチのキルリアを使います。はい、はい、ポケモン通信使用します。ズガドーン山に使用します。はい、フレセリア。はい、フレセリアいきます。はい、クイックボールでポケモン入れ替えフラッシュして、はい、ここはラティオス GX。 ラティオス GX、 博士の研究。博士の研究どうぞ。ああ、はいはいはい、じゃあアルカナ社員にします。で、あ、エネルギーがありました。何つけます。はい、手札に加えます。はい、で、もう一回使います。はい、わ、やばいやばいやばい。こっちもなんかメーケーの扉っぽさはありますね。そうですね、つながらに、うん、なかったです。なかった。手札に加えます。じゃあ、クイックボールで、はい、ポケモン通信を開始します。あ、もう5倍しかない。もうやばいっすよ、それやばいっすよ。ここはデッキ切れで、そう、デッキ切れ負けちゃいますよ。ズガドン、ズガドン、はい、スタコをまた連れてきます。ベンチに出します。はい、で、ベンチに今出したズガドンに学習装置。はい、あら、デプスボムの準備ができる。相手のサイドが3の時にダメ感じ以降好きなように置ける。うわー、やばいな。サーナイト、こちらのサーナイトに気持ちよいです。はい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 、で、風船で逃げます。はい、なるほど、これバトル場に行くポケモンにつけずにね、エネルギーを固めずにあえて倒さないんですね。はい、で、ズガドーンで行こうって感じかな。うわー、なんて高度な作戦なんだ。はい、じゃあ、ブレイクウェーブで150ダメージです。はい、150、300点になります。よいしょ、いきまーす。はい、よいしょ。冥界の扉が使えないので、うん、じゃあ手札から基本超エネルギー大ガイストで、うん、1,2,3,4,5,6,7,7,220で220ダメージ倒れます。はい、はい、3枚になっちゃうというね。うん、そして学習装置の効果で、はい、手札通りに強調エネルギーを移ります。はい、ペラルトスの前にします。はい、1枚いきます。手札から手札通りに、はい、で、はい、で、ラルトスに入れます。はい、どうぞ。ドーンを出して、デプスボム使います。はい、今、残りサイドが3枚ですね。はい、3枚なので、はい、乗せれるダメ感の数が12個になります。はい、前に2個で、前に2個、じゃあ前に倒されます。はい、で、あとの10個は5-5で、はい、5-5、分かりました。じゃあ50-50で、じゃあこっち前に出します。はい、3枚ってことだよね。はい、じゃあ、僕のターン失礼します。よいしょ、じゃあじゃあ手札から基本エネルギー張りまして、はい、じゃあ大ガイスト、160点で、はい、気絶します。はい、じゃあサイド1枚取ります。1枚いきます。はい、ここは式の雨を使用してサーナイトに進化です。はい、ヤルユータン出します。はい、で、サルジエ使用してこのカードを戻してこのカードを引きます。 OK です。アルカナ社員使
使います。はい、あら、あ、ナイスよ、はい、負けちゃいますよ、いいですか、はい、いいですか、手札に加えて1枚、超エネルギーだったので、はい、こっちにつけます。いいですか、なんかすいませんね、このまま勝っちゃいますよ。しかしね、これがあるんです、マリー。あー、マリーだ、マリー使います。うわ、俺手札いっぱいあったのにな。残念だな。じゃあストップで、はい、はい、じゃあストップで、はい、はい、あら、エネルギーない、エネルギーない、ないエネルギーない、エネルギーないってことは、ないね、ないですね。やっぱエネルギーって重要なんですよ。アップルさん、エネルギー僕みたいに25枚入れましょうよ。逃げます。はい、はい、終わるしかなさそうです、はい、じゃあ行きまーす、はい、そしたら、やっとやってまいりました、コントンのうねりで、よいしょ、コントンのうねりしますよ。そしたら風船もつけときます、はい、風船もつけといて博士使います。はい、冥界の扉、はい、使います。はい、ベンチにやって2枚引きます、はい、こっちの冥界の扉も使います。貼って2枚引きます。これが強い。あとはこれは一旦2枚できる手札から貼る行為です。ホラー超エネルギーを貼ります。はい、そしたらじゃあ大ガイスト行きましょうかね。1,2,3,4,5,6,7,8、3倍24,250点ですね。250点いきます。はい、じゃあ失礼します。1枚前に出して10点なんですけれども、ないんですよね。いやちょっと間違えますね。エネルギーがなくて技が使えなそうなので、はい、ちょっとガス欠になっちゃいますね。はいはいはい、ってことで番号あります。はい、はい、じゃあ引いて、じゃあ大ガイストで応援します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後サイド取って、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやでも非 GX の強いですね。うん、1枚しかこっちも取れないので、うん、それで結構火力が出て手札も増やせるっていうのを触らないと結構強かったです。うん、特性がね、すごい、うん、そうですね、うんうん、じゃあナナプルさんもエネルギーたくさん入れてもらえたら、うん、ちょっと20枚ぐらいから使ってみようかな。まずは20枚から。愛の戦士さんを YouTube チャンネル、あ、そうですね、はい、愛の戦士チャンネルという名前でやらせていただいております、はい、よかったら登録よろしくお願いします。はい、説明欄にね、はい、ありがとうございます。はい、そしてポケカチャンネルのチャンネル登録も、はい、今日面白いなと思った方はぜひお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。それでは皆さん、また次回、はい、バイバーイ。